DAW レッスンの鈴木です。今回は IK マルチメディアの T-Lux モジュールの中から EQ プリアンプモジュール EQPB を紹介してみたいと思います。 EQPB はアメリカの音響機器ブランド API 社の 550B というディスクリート4バンド EQ をモデリングした EQ プラグインになっています。以前に紹介していた EQPA、 こちらは 550A というモデルをモデリングしていたプラグインなんですけれども、ここに1バンド追加して4バンドとすることによってより細かいサウンドメイクを行えるようにしたという製品になっています。基本的な使い方や考え方については EQPA とほぼ同じなんですけれども、おさらいを兼ねてもう一回見ていきたいと思います。インターフェースは大きく2つのエリアで考えることができます。上側の EQ セクション、そして下側のプリアンプセクションですね。 EQ セクションから見ていきたいと思うんですが、まずローフリーケシー、低域バンドですね。ブルーのつまみで周波数を変更して、グレーのつまみでゲインを調整すると、この2つのパラメータで構成されています。 LF バンドの場合は選択できる周波数が 30Hz、40Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、 そして一番上 400Hz、 そしてプラスマイナス 12dB の範囲でゲインは調整することができます。このゲインのステップ幅なんですけれども、プラスマイナス 6.0 までは 1dB ステップですねになっているんですけれども、それ以降は 1.5dB ステップになっています。ちなみに実機は 2dB ステップですので、プラグインの方がより細かい音作りができるよというのが分かっていただけるかと思います。また低域バンドに関してはシェルフのボタンを押すことによってシェルビングとして使うこともできます。中低域の LMF、 中高域の HMF、 そして高域の HF、 こちらもすべて基本的には共通になっています。そしてこの4つのバンドの周波数はクロスオーバーしていますので、例えば LF バンドは周波数一番上まで持っていくと 400Hz になるんですけれども、 LMF は一番下に選択すると 75Hz になりますので、バンドとバンドの間の周波数がこうクロスオーバーしているよと。そうすることによってパラメータとしてはかなりざっくりではあるんですけれども、ポイントを絞った音作りができるような仕組みになっています。説明だけ長くなっても面白くないと思いますので、ちょっと実際にサウンド聞きながら EQ かけていってみたいと思います。今回はこういうスネアの音に対してかけてみたいと思うんですが、じゃあまず LF バンド試してみましょう。分かりやすいように一番ブーストしちゃいます。そして周波数を変化させていくと、こんな感じですね。12デシベルブーストカットするというと、結構その12デシベルブーストカットすると、数値だけ見るとかなり大幅にサウンド作り変えるようなイメージあると思うんですけれども、今お聞きいただいて分かる通り、あくまでサウンド的に破綻することがありませんので、あまりパラメーターを意識することなく実際に出てくるサウンドを基準に考えてあげるというのが、このモデリングプラグインの基本的な使い方になってくるかと思います。続いてじゃあ LMF バンドについても言ってみましょう。ここは本当に太さの部分ですね。なのでスネアの場合はかなり重要なポイントになってくるかと思います。あえてこういうローファイ系のサウンドをしてみるっていうのも、アプローチとしては面白いのかなと思います。続いて HMF バンドです。こっちはかなりシャリシャリしてますよね。この音の抜けをコントロールするようなイメージでしょうか。そして最後が HF バンドです。10kHz 以上になってくると本当にエアー感をコントロールすることができますので、場合によってこの辺をいじってあげると結構いい感じのサウンドを作れるのかなといったところです。シェルビングにしちゃってもいいと思いますし、あまり大きくブーストさせると劇的にサウンド変化してしまうんですけれども、ちょっとプッシュするような感じで使ってあげるとこの辺はいいのかなといったところです。画面下側のプリアンプセクションではサウンドに対して色付けを行うことができます。このプリアンプボタンを押した状態でゲインを上げていくと、ハーモニクス、つまり倍音が加わっていきますので、サウンドの中での抜け具合といったものが変わってくるというものになります。
プリアンプがオフの状態ですと、このゲインつまみは入力レベルをコントロールするようなパラメータになっていきますので、色付けをしたいのかしたくないのかで、このボタンを使い分けてあげるという感じになってくるのかなといったところです。実際にサウンドにかけてみましょう。プリアンプオンにして、ゲインを上げていきます。音量上がってしまいますので、その分アウトで絞ってあげるような感じですね。マックスにしてみます。そうすると、こんな感じのサウンド変化を作ることができます。もちろんこれで劇的なサウンド変化を生むということはないんですけれども、若干サウンドに色付けがされるようなイメージでしょうか。冒頭でも紹介しましたが、同じ TRX モジュールの中には3バンドの EQPA というモデルも存在していますので、これをどのように使い分けていくのかというのも一つテーマになると思うんですが、単純に一つバンドが増えてより細かいサウンドメイクが行えるようになったよというそれだけではなくて、 EQ 部分を同じ設定にした時のかかり具合というのも実は結構違ったりします。そうですね、分かりやすいところで、じゃあ 5kHz を最大までブーストした状態でそれぞれのサウンドを聞き比べてみたいと思うんですが、まずは EQPA のサウンドから聞いてみたいと思います。次に EQPB です。といった具合に同じ周波数、同じブースト量なんですけれども、若干サウンドに違いが出てくるんですね。本当にこれはどちらがいいというものではなくて好き好きだとは思うんですけれども、私はどちらかというと Q がもう一段階ギュッと絞ったような分かりやすく効果をかけてくれる EQPB の方が好みだったりしますので、どちらかというと EQPB の方を使うケースが多いんですけれども、当然そのあたりは好みや使う楽器によって変わってくると思いますので、その辺は適時使い分けていただければいいかと思います。ということで今回は IK マルチメディアの4バンド EQ プリアンプモジュール EQPB を紹介してきました。基本的には狙った周波数をピンポイントで細かく補正するんだっていうのではなくて、ざっくりはっきりと楽器的に音作りをしていくというタイプの EQ だと思いますので、サウンドメイクやミックスダウンにぜひ活用してみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。